どうも、遠藤です。オーバーウォッチ PTR サーバーで新キャラのオリーサがね、追加されたんで早速使っていこうと思います。で、これ、無制限モードでやってるんで、キャラかぶりとか OK なんで、まあみんなオリーサ選ぶよね。初日だしね。で、この人も多分オリーサ選ぶんで、6人オリーサになるのかな。はい、6人オリーサでの対戦。もしかしたら相手も全員オリーサかもしれない。で、このメイン武器がね、バスティオンのセントリーモードの射撃みたいな感覚で撃っていて、威力はまあまああんのかな。練習上のボット相手にしかまだ撃ってないんでわかんないんだけど、まあまあ威力強そうな気はする。で、これ、今のがシールドね。シンメトラの、動くシールドに対して、こちらは、一定の場所に配置して使うシールドみたいな感じですね。あ、ゴリラの球体シールドの同じようなもんじゃないですか、あれと。で、さっき出した緑色の弾みたいなのが、あれが重力の弾で、あれを爆発させると近くにいる敵を引き寄せて一定時間速度を落とすと。一定時間っつってもちょうどほんの一瞬なんだけどね。はい、移動させて一瞬動き止めて、その間に集中砲火するみたいな使い方になるんですかね。あとシフトは自分自身へのダメージを軽減して、ノックバックとかになると防御スキルする。パンクらしい感じですね。で、メインを適当にばらまいていく。そこでね、メイン打ってるときは移動速度が結構遅くなるんだよね。結構遅いね。移動速度遅くなるっていう点では、ゲーマーのお姉ちゃんみたいな感じだね。名前忘れちゃったけど。で、オリーサ6人で適当に集中砲火を浴びせていくが、全員オリーサで撃ってるとこれすごいね。これスター・ウォーズみたいだね。シールドがたくさん置いてあって銃弾が飛び交っていて、おっと横から1人オリーサが、敵の機体が入ってきたんでタイマーを仕掛けていく。だが敵のシールドが3枚重なってんのかな。ちょっと分が悪いか。いててててててて食らっていく。あ、やられちった。お互いオリーサでメイン射撃してるので、移動速度も遅いからグダグダな試合になっちゃってる。システムの再起動を開始。で、アルティメットがね、なんかねバッテリーみたいなのをその辺に配置して、周辺にいる味方の攻撃力が上がるっていうやつだね。これ重ね掛けしたらどうなんだろうな。ちょっと試してみたいところではあるね。おっと、バリアン思ったより奥に飛んでしまった。で、ゲンジ君がまた暴れてますね。おっと、これチャージ出てますね。お、攻撃力が上がってるのかな。これ敵の重力の球を食らって移動してしまうが、ちょっとこれじゃ威力が分かんねえな。めちゃくちゃ。さて、裏を取って、後ろから、弾を使って、もう結構移動するね。てか、威力結構あるんじゃないこれ。ちょっと今単体で当ててみたけど、威力は結構高い感じがしますね。おっと、ウルトが溜まったんで、早速使っていきたい。合流したらすぐに使ってしまう。てか、あれ、味方もしかして一斉攻撃を開始しますって、ウルトのボイスだよね。あ、すでにある。ということで、ここに重ね掛けをして、敵を撃っていきたいが、あれ、いないな。もしかして倒してたかな。まず、キルログを確認してなかったんで、敵がいないことに気がつかなかった。終わっちゃった。さて、ちょっとね、まだメインの威力とかもあんまりよく分かってないんで、もう一回、ちょっと裏を取りに行きますか。おっと、タイヤを出してきた。ちょっと逃げておこう。で、この人は下から行くんで、私は上から打ちに行きますが。で、裏から打っていく。おー、そこそこ、2人で打ってこのぐらい。いいっすね。1人やって、もう1人後ろから打っていく。結構ばらけるね。結構ばらけますね。マシンガンです。で、気づいてないジャンクラットを横から撃っていく。溶ける。で、バスティオン。バスティオンを溶かして。ああ、おっと危ない。落とされるとこだった。ああ、こういう使い方ね。なんか、イリオスとかの土管の真ん中にこれ打ってさ、発動させたら、みんな落ちてくるよね。ちょっとそれ試してみたいね。環境キルを狙う武装としてこの緑の弾いいんじゃないでしょうか。お、後ろに一人、オリーサがいるね。おっと、こいつ回復取りやがった。そう。ほら、近距離で、追い詰めて撃っていく。あー、でもなんか、ちょっとね、使ってと思ったのは、移動速度が遅いから、さっき死んだ時に思ったら、敵に時間がかかる。さて、おっと、ザリアを、あー、ちょっと隠れちゃってるな。ウルト使ったのはいいけど、いまいちどのぐらい威力上がってるのかが体感できない。おっと、ザリアの右クリック射撃が飛んでくる。いてててて。飛んでますね。あと誰かがまたウルトの電池を置いて、適当に突っ込んで撃つか。はい、というこんな感じですね。すげえな、なんか、ね、みんなでオリーサで撃ってたの。うわ、キモ。気持ち悪いわね。お、ということでハイライト撮ってしまいましたね。ああ、後ろから撃ってたやつか。まあやっぱタンクらしい感じだね。移動速度遅くて、火力そこそこあって、防御スキルもね、2つ持ってるし。あとね、まあ、重力の使い方によってはちょっと面白い戦い方ができるかなって感じだね。まあ、敵集めて一瞬動き止めれるんでね、そこをみんなで撃つみたいな感じ。まあ面白いんじゃないでしょうか。という感じですね。